オンボロ寮がカラフルになったんだぞ。ゴーストカメラで撮ったけや。朝からエースとデュースが1年のやつらをゾロゾロ連れてきたから何事だってビビったけど、創立記念日の飾り付けのためだったんだな。みんなすげえはしゃいでお子様なんだぞ。そうは言ってねえだろ。ナイトレイブンカレッジは選ばれた魔法師しか入れない名門校。入学できるのはすげえことなんだぞ。うちの生徒なら創立記念日を祝うのは当然だ。まあな。でもみんなうるさくて大変だったんだぞ。俺様の指示のおかげでなんとか仕上がったってところだ。エースなんか自分から来たくせにサボろうとしやがって。あいつ今日もいたずらしてきたんだぞ。お前、昨日の飛行術の授業中、エースが俺様に意地悪したの見てなかったのか。あいつ、ほうきで飛ぼうとした俺様を風の魔法でくすぐって邪魔してきたんだ。うっせんだぞ。俺様の魔法の才能に嫉妬してるに違いねえ。どっちがボスか今度分からせてやる。デュースは真面目に飾りつけてたけど、フラッグの綴りの順番間違えてエースとどっこいどっこいだ。そういや、この前もデュースに教えてもらった宿題の答えが間違ってて、クルーエルに怒られちまった。結局、俺様とデュースだけクルーエルの特別授業を受けたんだ。あいつ、もっと勉強した方がいいんだぞ。俺様だって、最近は真面目に授業を受けてるもんね。でも魔法師の授業なんかジャックが前にいると黒板が見えねえんだ。ただでさえでかいのに授業中も背筋を鍛えるためって背筋を伸ばすから邪魔で仕方がねえ。文句言っても監督生に肩車してもらえって譲らねえし、筋トレにも限度があるんだぞ。あのめんどくせえジャックと同じクラスじゃエペルも苦労してるに違いねえ。いや、エペルのことだからひるまず言い返して喧嘩とかしてんのかもしんねえな。あいつは結構負けん気が強くて度胸があるんだぞ。この前も一緒に食堂でつまみ食いをしたんだ。このことは誰にも言わないって約束して楽しかった。今お前に喋っちゃった。いいか、今のはここだけの秘密なんだぞ。そういや、つまみ食いといえばセベクはダメだな。ちっとも話が通じねえ頑固者だ。この前ちょこっとあいつの昼飯を味見したら、すげえ大声で怒りながら追いかけてきたんだぞ。どこまでもどこまでもしつこく追いかけてくるし、怒鳴り声は耳が痛くなるぐらいうるせえ。デラックスメンチカツサンドをほんの一口、あ、いや5口10口ぐらいもらっただけなのに。なんだ、ニコニコしやがって気持ち悪い。そういうお前はどうなんだ。当然だな。なんだって毎日この俺様がそばにいて面倒見てやってるんだから。そうかそうか、楽しいのか。でもまあ、このオンボロ寮での生活にもちょっとは慣れてきた。こんなボロい寮で俺様たちよくやってるんだぞ。この前の土砂降りの日は雨漏りしてすげえ大変だったよな。ベッドも毛布もびちゃびちゃに濡れちまって、もう床で寝るしかねえのかって思ったけど、なんとかソファーが一つ無事で助かったんだぞ。ぎゅうぎゅうで狭かったけど床よりはマシだ。ゴーストたちと一緒に応急処置はしたけど、いつか必ず学園の金でリフォームしてもらうんだぞ。おう、俺様たちの学園生活これからもっと最高にしていかなきゃな。あ、エースたちか。外で創立記念日を祝おうって約束してたよな。きっとごちそうもあるんだぞ。行くぞ、屋外パーティーだ。にゃっはー。
お、子分の面倒はこれからもずっと俺様が見てやるんだぞ。しっかりついてくるんだぞ、子分。